アラン・アームストロングは専門的にはアルン・アームストロングとして知られている英国の俳優です。アームストロングは北東イングランドのダラム州で育った。彼は最初に彼の文法学校でシェイクスピア作品を通して演技に興味を持った。彼のキャリアは1970年代初頭に始まって以来彼の言葉ではグロデスクからミュージカルまでの幅広いキャラクターを プレーしています私はいつも非常にカラフルなキャラクターを演奏します。本名アラン・アームストロングを芸名アラン・アームストロングとひねってある。イギリスのドラマニュートリックスでは一風変わり者の退職刑事役を見事にこなす名優ぶり。このドラマはコスという未解決の事件を退職刑事3人と現役の女性上司アマンダ・レッドマンをはじめ あとの二人の退職刑事そして、このチームの一番上の警察官を含めて、チームワークよろしく解決し、前編とてもよくできていて、シーズン12まで撮影された。ダラム州アンフィールドプレーンで生まれたアラン・アームストロングは、父親が単行夫で、両親はメソジストシントの説教者でした。彼はアンフィールドプレーンジュニアスクールに通った後、 コンセットグラマースクールに進み、そこで教師は彼に演技を試みるように促しました。後半6歳の時、彼はジャジャウマならしでペトルチを演じた。これは後にロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで演じる役割だった。若い頃彼は1964年に国立青少年劇場サマースクールに参加しましたが、彼の経歴と北部のアクセントが彼を場違いに、 感じさせました。アームストロングは、ラダのオーディションを受けましたが、受け入れられませんでした。代わりに彼は、入学する大学で美術を学んだ。彼はコースが大げさで、自分には合わないと感じ、2年後に、クラスへの出席をやめたため追放されました。アームストロングは、レンガ校と墓掘りの仕事をしていたので、再び演技を始めることにしました。彼は、ケンブリッジアートで、 アシスタントステージマネージャーとして働くことから始めました。ありがとうございます。